はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、こちら見ていきたいと思います。はい、今朝 Amazon から届きました。いやこれがね、僕ね待ってたやつに違いない。多分そうです。まあ、結構いろいろ注文してるんで、これ勘違いしてたらね、かっこ悪いんですけども。いや、子供たちにね、クリスマスプレゼントあげたんですが、これはね、僕のクリスマスプレゼントみたいなもんですね。もう自分へのご褒美。いや、今年もよく1年頑張りました。はい、僕。では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 、行きましょう。開けていきますね。おー、多分間違いないですね、これ。あー、すげー。すげーわ、これ。まだパッケージしか見てないのに、すげーって言ってます。おい、キティちゃん、キティちゃん。いやー、ついにですね、僕もこれに手を出してしまいました。っていうか、チャンスはもうね、今しかないと思いまして、こちら、ポチってしまいました。それがたまたまクリスマスに続いたんで、これはもう、僕の素敵なクリスマスプレゼントということで、よいしょ。ラベルは剥がしておきましょう。いやー、買っちゃった、買っちゃった。本当に買っちゃいました。はい、登場です。かわいいなー。はい、改めていきましょう。こちらね、トミックス。ハローキティが本当かわいいですね。500系です、500系。ハローキティ新幹線。8両セット。品番は98662ですね。はい、こちら N ゲージですか?ついに僕、初めて N ゲージを買いました。僕のデビュー戦は、キティちゃんです。さあ、では、見ていきますか?もう、楽しみで仕方ないですよ。いや、初めてって何でもね、楽しみですよね。よいしょよいしょ。じゃあ、ちょっと開けていきますね。これ、まずこう、台紙のようなものから取り出しまして、あ、これよく見てなかったですね。はい、表こんな感じで、底がこうなってて、上はこうです。あ、くるっと回して。ハローキティ新幹線。めっちゃ可愛い。で、背面こんな感じですね。コミックスにキティちゃんとキティちゃん新幹線のイラスト。で、こちらには新幹線を通過するね、都道府県が描かれてるんですかね。それぞれキティちゃんがいてて、福岡に山口。で、これが島根に、その下が広島ですね。で、お隣、岡山に、上が鳥取。で、兵庫県に、僕が住んでいる大阪です。まあ、それぞれのね、こう、特産物っていうんですか?特産でもないか。名物がね、たこ焼きとかパンとか、これはね、鳥取なんでなしですかね。いろいろとね、描かれております。いいね、フグとかいいですよ、これね。まあまあ、パッケージはね、こんな感じです。もうめちゃくちゃ興奮しております。で、箱はね、こうなっておりまして、これなんかひっくり返しても大丈夫なのかな?逆さ向いて入ってたんで大丈夫だと思うんですけど、もう本当にあの本当に僕今日初めて手にするんで、めちゃめちゃちょっとどうしたらいいか分かってないんですけど、こんなしっかりしたプラスチックのケースに入ってるんですね。で、かなり大きいです。これ A4 ぐらいかな。で、このケース自体は多分ね、いろんなものに使用されてるんでしょうね。ここの部分の紙を入れ替えるようになってるみたいです。で、今回はキティちゃんということで、キティちゃんにキティちゃんの新幹線。これが CG の絵ですかね、写真ですかね。非常にかっこいいです。で、セット名がこちらに書いてあって、トミックス。で、側面はこんな感じですね。こちらにもね、いろんなね、細かい名前とか書いてあって、箱の後ろ側。あ、ここには、オプショナルパーツリストで書いてます。室内照明ユニット C。お、使用数8個。なんだこれ。あ、なるほど。別売りの、なんかそういうシステムがあるんですね。ほう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 。また勉強しましょう。で、運転に際してのご注意。あー、カーブの規定とかもですね。車体が大型ですので、まあ、いろいろ注意してくださいと。で、ケースの取り扱いに材質表示。で、あとはちょっとしたね、注意書きですね。いやー、すごい。さあ、それではね、お待たせしました。てか、僕もめちゃめちゃ待ってます。では皆様ね、僕の初めての N ゲージのオープン開封にお付き合いください。ではでは、開けさせていただきます。この横をパチパチと2箇所開ければいいんですかね。よし、では行きましょう。オープン。うわ、緊張してきた。では行きましょう。さあ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 、どうなってるのかな。お、めっちゃ驚こうと思ったら説明書入った袋。シールとかなんかいっぱい入ってますね。で、これをどけると、わあ、いいね、いいね。やばいわ、これ。なんだこれ。素敵やん。さあさあ、どう取り扱っていいのかすごくちょっと悩むんですけども、まずこれ車両出す前にちょっと説明書見ます。さっきの袋になんかこういろいろ入ってるんで、そちらもねちょっとね確かめておきますね。よいしょ。ここの中にはと、あー、これはこれはちょっとやばい。はい、専用のねシールが1枚入ってるんですが、これがデカールですかね。
僕ねめちゃめちゃ苦手なんですよこれめちゃめちゃ苦手、不器用なんで。ただこれはねやっぱ貼らないとやっぱダメなんですよね。これねすごい、ちょっと研究してから貼りたいと思います。これ素人が貼るとねほんと偉い目に遭うんで。これでそれ以外にこちらが、あ、宝富さんおなじみの福袋の紙に黄色の紙の注意書きで、あ、これは何だい、窓裏用、予備用とか、あ、車内灯用とかいろいろあるんですね。1号車、2号車、3号車、4号車って分けてありまして、これもシールなんですけど、え、これはどこに貼るんですか。これもちゃんとあの勉強しないといけないですね。で、そういったことは説明書に書いてるのかな。これも結構まあやっぱ大人向けですよね。しっかりした説明書になっておりまして、おーすごい、普段からプラレールしか触ってないからもう何のこっちゃ分かりませんわー、これはちょっとじっくりと読みまして、ほんと勉強したいと思います。すごい、いやー僕みたいな素人がいきなりこれに行ってよかったのかなあ、シールの貼り方書いてました。ちゃんとこんな感じで貼り方書いてるんで、これを見てねちょっとよく綺麗にね貼りたいと思います。なるほどね、本当にあのやっぱ舐めてかかっちゃダメですね。本当に大人向けのものだと思います。めちゃくちゃちょっと今からしっかり勉強したいと思います。さあではねちょっと車両の方をね見ていきましょう。まずここね右の隅にこれ何が入ってるんでしょうね。ここからいきますか。はい、あ、これが説明書にも書いてあったようにケーブルヘッドと、あとこちらがジョイントカバーですね。なるほど、ちょっとこれ使う時にあげましょうね。これねなくなったら大変なんで。さあでは一番上が多分ね先頭車だと思うんで、こう上から順番にねちょっと今からね見ていきます。いやー素手で触っていいのかな、もうそれすらちょっといいのかダメなのかわからないんですけど、いやーすごいわ、おー、あー感動一応ね来年キティちゃんのプラレールね、500系のプラレールこれ出る予定らしいんですけど、まあそれはそれで感動があると思うんですけど、これは先に手にしたらやばいですね。いやー思い出す、あのキティちゃん新幹線がねちょっと始まった時に僕新大阪の駅にね見に行ったんですよ。まあその後うちのね子供を連れてもう一回ね行ったんですが、もうあの時の感動とはまたこう違った、なんでしょうこれすげえ、いやーすごい、やっぱそれは当然なんですけど2万円超えるだけありますよね。定価で言うとこう3万円超えてくるんで、すごいな、もう僕が手にしてよかったのこれ。いや正直ね自分にはまだ早いかなと思っちゃったりするんですけど、でもちょっとやっぱ気合い入れて始めないとねダメなんで、まあ、来年はちょっと N ゲージをちょこちょこ触っていきたいなと、そんな感じに今思っております。ちなみにこれなんですか、これ電気通ってますか。でこの部分がなんかちょっとこんな感じで稼働するんですよね。この感じもまた滑らか。ではちょっとねどんどん行きたいと思います。ちなみにこれがまず最初ね先頭車でしたね、1号車ですかね。いやー細かいね作りが。よしよし、じゃあ行きましょう。続いてが、はい、こちらがよいしょ2号車ですね。2号車ではでは見ていきましょう。はい、こんな感じですね。もう可愛いですね。多分ねこの後ね全部ね同じようなコメントしか言わないかもしれませんけど、はい、こちらこんな感じになっておりまして、やばい、もうめちゃくちゃすげえな、すっごいしか言えない、可愛いしか言えないこの自分のなんて言うんでしょう、この言葉の知らなささ表現力の甘さというか低さパンタグラフの、でこちらもこんな感じでね前と後ろね連結部がいい感じで稼働するようになってますね。でそこはねこんな感じになっております。でちょっとまだ連結の仕方とかわからないんでちょっと後でいきますね。はい、続いてが3両目ですね。よいしょと、1号車と2号車とあと後部車はねプラレールでね再現されると思うんですが、あとの3,4,5,6,7 はまあプラレールでは多分ねほぼほぼ出ないとは思いますね。可能性は低いですね。ちなみにこちらこんな感じになっておりまして、全てのねキティちゃんの側面に描かれているイラストが違うんですね。ちなみに3号車はこれは島根ですね。島根のキティちゃんのイラストになっております。お、
っていうか内装もやっぱすごい、これ。いやまだ乗ってないんですけど、もう乗った気分になりますね、これ N ゲージって。いやー感動や、やばい。まあこんな感じで、ちょっと僕今日初めてなので本当に許してくださいね。だんだんちょっと知識つけてちゃんと語れるようになりたいと思うので。はい、続いてがこちら4両目4号車になりますね。ちなみにこちらに描かれているキティちゃんはこれはね、なしを持っているので鳥取です。はい、こちらこうなっていて、あ、こちらは通常のシートですから、これねちゃんと中がね、これ青色になってですね、さっきのはグリーンかな。いいねいいね。そういった細かいところもやっぱ N ゲージってすごくちゃんと再現されてるんですね。おー、これは合ってます、普通シートですかね。それすらなんかもう間違っていそうな、自信がなさすぎてね。もうどんどん本当皆さんコメントください。僕もいっぱい勉強しないとダメなんで、ここはこうだっていうのがあったら教えてください。はい、これ4号車でした。もう本当に高評価低評価もう何でもいいです。間違ってても何でもいいんで、全てはここからなんでね。あ、では続いてね、これ5号車ですが、これ あれですね、これに動力でも入ってるんですかね。重たいです、さっきのとは明らかに違うぐらい重たいです。すごい、へえ、すごい。あー、なんかこれは鉄ですか、重りですか、全然わかんない。僕ね、本当に N ゲージを手にするっていうのがまずね、今日初めてなんですよ。 N ゲージを持っている人が周りに一切いないんで、全く持って初めてです。お店のね、店先とかで走行してるのは見たことあるんですけども、手に触れたことはないんでね。だからただただ本当に今回はもう感動でしかないですよね。このクリスマス最高。ちなみに、あ、こちらはね5号車で描かれてるイラストは、これがねちょっと小さいんであれなんですけども、多分もみじまんじゅう持ってるんで、これは広島ですね、広島で。他はこうなっておりまして、はい、こんな感じでございます。いいですね、こちらも素晴らしい。いやー、たまランチ会長です。すいません、お子さんがたまランチ会長とか言い出したら本当にお父さんのことは申し訳ございません。昔流行ったギャグだよって教えてあげてくださいね。では続いて、はい、6号車行きましょう。よいしょ、ピント合うかな。あー、いました。はい、こちらはこれは軽いですね。さっきのあれですかね、安定するような重りが入ってるのかな、なんかモーターっていう感じはなかった。はい、こちらに描かれているキティちゃんはこれは何を持ってるのかな、わかんない、ちっちゃくてわかんないんですけど、なんかパフェ的なやつ。これね、今ちょっと箱見たらね、岡山ってなってました。岡山のキティちゃん6号車に描かれております。はい、こちらもぐるっとこんな感じになっておりまして、まあこれも可愛いですね、全部可愛いですけど素敵でございます。では続いていきましょう。これで7号車ですね。はい、ところでふと疑問に思ったんですが、N ゲージって動力はどれなんですか。それすら知らないっていう、もうひどいでしょ。もう本当にね、自分がなんでこれまで触れなかったのか不思議なぐらい、もう全く知らないんですよね。で、ちなみに7号車はこれは誰が描かれてるのかな、これは、あー、パンかな、これは兵庫県っぽい、フランスパンっぽいですね。なるほど、7号車は兵庫でございます。はい、続いていきましょう。グッとこんな感じになってて、今反対見たかな、それすら忘れましたけど、あ、見ましたね。で、上はこうなっておりまして、7号車にもパンタグラフがついておりますね。こんな感じで非常にこちらも繊細な作りになっております。いいねーいいねーいいねしか言わないけど、いいねーグッドですよ。とてもグッドです。で、続いてこれでラストですね。これでラスト、はい、8号車です。じゃあこっちから行きますね。あ、もうこれはもう見た目一発でわかりますよ。8号車大阪ですね、たこ焼きが描かれてます。はい、こんな感じになってますね。いいね、これも可愛いね。うん、素敵やん。顔の部分はこんな感じですね。可愛いな。プラレールアドバンス復活してくれないかな、これ見てると。
アドバンスもやっぱあれいいんでね、ちょっとこのシリーズは本当出してほしい。エヴァの時はプラレールね、アドバンスで発売されたんで、もうせっかくなんでキティちゃんもね、普通のプラレールじゃなくてプラレールアドバンスでもね出してほしいですね。ちょっと N ゲージを見てるとそのような感じがしました。はい、最後ね8号車はこんな感じです。はい、これで全て見終わったのかなと。箱の方は箱っていうのかな、これケースっていうのかな、以上ですね。とても本当にかっこいい素敵な梱包でした。で続いてちょっと連結をねしてみようと思うんですけど、なんか説明書を見てるとこうレール上でやった方がいいみたいなことが書いてあるんで、ちょっとこれ僕の子供に借りてきました。これ飾る用のレールですよね、飾る用のレールね、多分合ってます。てか通電しそうなんで本物ですかこれは、全くの素人分かりません。とりあえずこの上をちょっと使ってちょっとね8両ね編成作ってみたいと思います。さあではちょっと行きましょう。乗っけるのすらちょっと不器用なんで、じゃあこれはこのままこう置いていいのかな、よいしょ。これはすごいな。ヘッド乗る乗る、ちゃんとこれ、あ乗った乗った乗った、すごい、おーもう手転がしで大満足、すげえ。あ落ちた、あーなるほど、はいはいはい、よしよし、ここにじゃあどんどん行こうね。てか8両絶対この机無理でしょ、僕の机。もういいや、気にしないで行きましょう。こんな大変なのね。これがまず、あ違うか、逆だ。逆だ、こうだ。これをよいしょ、連結パーツをちょっとまっすぐにしてよいしょ、つなげなきゃいけないね。おお、いいね、あー脱線。おお、ちょっと待って引くよこれ。ほらほら、もう目の前で走ってますよ。500タイプエヴァじゃないキティが、うわー500タイプでもないけど、500系人化石キティちゃんが走っております。手転がしですけどね、まだね、いいわこれ、いいわ、よしどんどん行こう。ちょっとここからちょっと慎重にやりたいんで、もう飛ばしますね。はい、めっちゃ時間かかりましたけど、つなぎました。つないで、もう、長さ長いんで、机ね、足らなかったです。今、ギリギリ、これぐらいなら大丈夫だろうっていうね、角度で曲げております。いやー、もう、すごいね、これ。ほら、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 ほら。ほら、あんまりちょっとやめとこう、やめとこう、やめとこう。絶対これ、N ゲージファンの人に怒られそうなんで、ね、こんなところで手転がししてたら、プラレールじゃないんだからって怒られそうなんで、ちょっとあまり引っ張ったりしないですが、いやーもうすごいね。なんか N ゲージデビューして嬉しい反面、まだデビューとは言わないですよね、走行してないんでデビューとは言わないんですけど、いや嬉しい反面ね、いやーこれはまたとんでもない奥深いね世界にちょっと足を踏み入れちゃった感みたいなのが、本当にちょこっとなんですけども、ちょんとだけなんですけども、そんな感じが僕の中で今しております。で本当はね、今回ちょっと僕ね、なんかインスタグラムでコメントいただいて、マイプランっていうのがあるんですよね、簡単な走行キット、なんか入門キットみたいなやつ、あれをね買ってちょっとやろうと思ってたんですけど、なんかこういろんなところ探してたらね、その入門キットになんか車両がセットでついてる4両編成ぐらいの輝きとか700系とか、なんかそういったセットがいろいろあって、すごいちょっと最初のセットどれにしようかなと思って、もうめちゃくちゃ悩んでて、まだ実は変えてないんですよ。マイプランだけだったらなんか5000円ぐらいで売ってたんですけど、その車両とセットなら多分1万円前後ぐらいかな。まあポンと、あこれでいいやってね、ちょっとなんか買えなくて、まあすごく悩んでるんで、また多分年明けになると思うんですけど、ちょっとねそちらをね購入して、それをね使ってまたちょっとこのねキティちゃん新幹線をね走行を楽しんでみたいと思うんで、走行の感じはねまたその時をちょっとね楽しみにね待っていてください。まあということで、2018年ちょっとねクリスマスにちょうどこのキティちゃん新幹線が僕の手元に届いたんで、まあ一応 N ゲージ開封レビューですかね、手に持ったデビューですかね、まあそんな感じなんですけども、まあ今回はねこんな感じでございました。いや本当にまあとにかくねちょっとね、まあ僕も本当知識がなさすぎて
何をこれについて語ったらいいのかって正直わからないところがあるんですけども、これからねどんどん勉強していきます。来年はねいろいろとちょくちょくね車両の方をね N ゲージの車両の方を紹介したいと思うんで、またね楽しみにね待っていてください。そして皆さんね、ぜひコメント欄にですね、もう厳しいコメントも何でも結構ですんで、僕はすべて勉強になるんでね、どんどん書いていただきますをよろしくお願いいたします。ということでね、今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちありますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。